神奈川県ナンバーワンスポット虹の大橋、こちらにやってまいりました。まあ、今月まだ17日しか経ってないわけですよ。で、すでに、実際に上がってきてる情報がもう3名ここで、まあ、身投げをしていると。うわー、ちょっと見て、怖いよ。もう人間がこじ開けた感じですね。なんかあのいろんなことを考えさせられる橋やね、まず。はい、こんばんは。誰かいらっしゃいますか？ここにいるよって教えてもらえないですか？そこですか。今は言えないことがたくさんあって、うん、はい、もっとあるんですけど、理由は、はいはいはい、これを言っちゃうと迷惑かけることになるかなっていうぐらいの内容なので。今宵も月が綺麗やな。さあ出発や。すー、全国神奈川、どうもヤカズです。イガです。はい、やってまいりました。今回はですね、はい、ちょっともうこれ勝手に言っちゃうんですけども、はい、神奈川県ナンバーワンスポット虹の大橋、こちらにやってまいりました。神奈川県だけじゃないかなって思います。というのも、すごい今のこのオープニングの時点で、まあ、いろんな意味で怖い、はい、うん、これね、説明すると本当に長くなっちゃうので、もうほんまに端的に言うと、まあ、僕たちが神奈川県に入って今6月17日なんですけど、まあ、今月まだ17日しか経ってないわけですよ、はい、で、すでに、実際に上がってきてる情報がもう3名ここで見投げをしていると。で、実際に昨日までここに、警察がたくさん来ていた、レスキュー隊も、はい、まあ、なのでいつもであれば本当に、細かくですね、高さ 100m、はい、今現時点ではあるみたいで、まあ、下を覗いてこのぐらいの高さやとかいろんなことを言ったりするんですけど、ちょっとあんまりできないのかなって思ってます。そうですね、そうやな。ちょっともう本当に情報が情報だけにプラスちょっと直近すぎるというか、はい、またですね、一応まあこちらの怪奇現象を伝えておきます。誰もいないのに、まあ周りから声が聞こえてきたりとか、後ろから背中触られる、これも結構多いみたいですよ、はい、うん、では行きましょう。だらしめホラーチャンネル。はい、ということで、撮影していきましょう。まずですね、この山彦大橋なんですけど、これできたのいつか知ってる？知らないです。これ昭和60年。あ、そうや、ね、そんな古くないんですね。そうやね、これ俺めちゃくちゃ古いと思ってたけど、案外そんなもんで、ね、もちろんやけど、初めはもっと高かったんやって。高さ150メートルぐらいあって、はい、そのダムができる前なんか書いとったわ。で、今そのダムでこの水かさが増えて 100m になったらしいんだけど、 150m の高さって今まで行った橋の中でも結構でかいやん、はい、っていうのもあって、あの初めはめっちゃ多かったんで、ただやっぱりあまりにも多いことから、もうこの有刺鉄線ぐるぐる巻きの、まあ、タッパが高いこのフェンスが設けられてるみたいです。まず看板一発目これやもんな。これちゃう、あの塗りつぶされとったやつ、まあこれですよね、不審者、不審物を発見したり、魚の浮上、俺多分これ、まあ、ニュアンスやと思うな。隠語じゃないですか、うん、魚の浮上っていうか、うんうんうん、まあ、そういうことやな、うん、そうですね。
まあとりあえずなんか変なものを発見したときは、まあ、お知らせくださいって言うてな。そういう書き方になるんや。っていうかさ、はい、いや橋の中ではですよ、あくまでも、僕日本一だと思います、はい、僕たちが今まで一番すごいなって言ってたのが二谷大橋っていう、まあ、橋なんですけど、そこも日本最位って言われるぐらいもめちゃくちゃ多いんですよね。よりも絶対多いやんか、はい、うん、で、日本一位でしょ。こんな名所がこんな真っ暗ってありなんて思うよね。確かに街灯あんねんか、ほら真上に。なんでこれ真っ暗なのかな。なんかもういじり出したらきりないぐらい、もう現地で切られてこの修復してるとこめっちゃ多いね。そうっすよ。足をかけるんやろな。はい。うわちょっと見て、怖いよ。生々しすぎるやろ。事故とかであんな穴の開き方せえへんやろ。絶対しないですね。もう人間がこじ開けた感じですね。マラソンだな。はい。これな、明らかにペンチでぶち切っていってるよね。無理やりぶった切ったから、もうその時のネジがまだ落ちてる。このネジがここのやつなんですよ。しかもさ、多分1ヶ月経ってないな、錆び方が、はい、まだ最近やわ。プラス、ここ、もう明らかにフェンス曲がってるよね。はい。足かけたんじゃない？こんな次から次へと出てくる。で、案外こっち側じゃなくてこの車道側なんや。こんなんもな、足かけたんかな。一本だけ切れてるんで。こんだけトゲトゲつけても減らないんですね。いろんなところ曲がってるやん、もう。わかる？はい。俺でもあると思うねんな、ほんまに。もうそういう気持ちで、も例えば普通にこれがもう毎日通学路でもいいし、はい、通勤するときに使う道でもいいねんけど、普通にたまたま通っただけやのに、まあ例えば一人の男性がまあ転んでるのを発見して、でももちろん大丈夫ですかやんか、で声かけてそのままなんか憑依されてみたいな、俺あると思うねん。そんなんもやっぱり気になるんで、最後はやっぱり予定にはちょっと入れてなかったんですけど、もう末吉さんに頼るしかない、はい、で一体ここで何が起きてるのかっていうのをやっぱ知りたいよね、はい、うん、まあ、俺たちができるのは実際にこの場所で何か起きるかどうかとか、やっぱ僕たちみたいなこの素人でも何かやっぱあかんことを考えさせられるんかとか、そういうちょっと検証しかできないよね。
まあ、昔はですね、まあ、虹の大橋の駐車場として、ここついてたんですけど、ここ最近まあこういう新しく看板が立ったと。夕方5時に閉鎖します、対策ですね。だって大体こういうなところって空いてるもんな、どこでも。そうですね、うん、車を止めることさえできない。大体やっぱ車を置いてそこから行っちゃうからな。ここまで自転車で来る人 もう相当やっぱ大変やろうし、うん、最後にそういう体力も残ってないんやと思うわ。あ、でもあるかな。今静かにカメラ撮りながら歩いとったやんか。はい、まあ、俺はちょっとカメラに集中しすぎとったけど、なんかあのいろんなことを考えさせられる橋やねん、まず。はい、やっぱ圧倒的にフェンスが切られてる、うん、これやっぱ多いな、今まで行った橋の中でも圧倒的に。でもいつでもこのすくい上げれるようにというか、そういう設備が整ってるし、南京錠にしたってそうやし、あの看板の多さにしたってもそうやし、なんかいろんなことを考えさせられて、この妄想させられる場所。そう。でもどこでもイメージができちゃうねんな。まあ、ただですよ。今折り返し地点で、普通に静かに歩いてきましたけど、特にやっぱり怪奇現象っていう怪奇現象はなかったんですね。今折り返し地点で普通に静かに歩いてきましたけど、特にやっぱり怪奇現象っていう怪奇現象は、怪奇現象っていう怪奇現象は、なのでここからは一人検証しましょう。ただ今回検証はスピリットボックスとかはしないです。なので暗闇で一人ずつここを歩いていけたらなと思います。今回できる、まあ、検証の中で、まあ、せめて僕たちが攻めれることって言ったら、もうそのぐらいしか今回ちょっとできないんで、まあ、暗闇ナイトモードでここを一人ずつ歩きますか。行こうか。はい、では一旦カメラ切り替えます。ダラシメンホラーチャンネル。はい、そしたら今からヤーカズ一人タイムですね。虹の大橋、真っ暗闇の中歩いていきたいと思います。どういうこと？なるほど、これディエゴもびっくりするんちゃうか。僕たちがネットで見た映像これですね。ちょうど赤文字が消えるんですね、ナイトモードの場合。ごめんなさい、ちょっとナイトモードで行きたかったんですけど、あまりにも暗すぎて何も映らないので、ちょっとライトを使います。まあ、ちょっと意外なことを言うと、まだそこまで嫌な感じがないですね。これは安心させるためなのか、普段からこうなのか、それはちょっとわからないんですが、今のところは大丈夫です。本当はこの高さ映したかったんですが、この橋で物を見つけてしまった場合、今のマスクもそうですが、いろんなことを考えちゃいますね。はい、反対側に来ましたね。はい、ではここからですね、トリフィールド、こちらを使っていきたいなと思います。トリフィールド知らない方のために説明します。霊っていうのは電磁エネルギーで形成されていると言われてまして、その電磁波を数値化してくれる機械です。でこれカチ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 音が鳴ってて数値が動いてるんですけども、この数値が上がれば上がるほど、
まあそこに何かいるのではないか。はい、今ちょっと上がりましたね。これをちょっと胸ポケに入れておきます。こんばんは、ヤーカズと申します。一体この場所ではなぜここまで多くの身投げが起こるんでしょうか。教えてもらえませんか。今近くにいる方、呼び寄せてる誰かがいるんですか。足音でも声でも何でもいいです。ん、気のせいかな、ちょっと覗かれてる気がしましたね。足音でも声でも物音でも何でもいいです。ここにいるよって教えてもらえませんか。反応はなさそうですね。なんでこの雰囲気なんやろう。もっと重いおかしな空気流れてると思ってたんですけど、すごいすっきりしてるんですよね。なんでなんやろう。俺の感覚がおかしいんかな。トリフィールドの反応もなし。ちょっと暗闇しますか。一瞬ちょっと音声のみ、そんな感じの映像になっちゃいますが、ご了承ください。ではライトを切っていきます。暗すぎる。こんだけ暗くても変な安心感がある。物音聞こえた。こんばんは。真っ暗で何も見えません。僕とお話ししましょう。こんばんは。この真っ暗な雰囲気でも教えてもらえないですか。ここにいるよって教えてもらえないですか。そこですか。そこにいてるんですか。ちょっと暗くて僕には見えないんですけど、いてますか。ここにいるよって教えてもらえないですか。そこですか。そこにいてるんですか。僕が目の前を通りかかったら声かけてもらってもいいですか。完全に一人の状況で
なぜここまで身投げが多発するか、それを知りたいです。教えてくれる方いないですか？教えてもらえませんか？正体知られるのが怖いとか、何かしら僕にバレたくない、そう考えてるんですかね。まもなく橋を渡り切りますけど、本当に何もなかったです。はい、というわけでディエゴ一人タイム行きたいと思います。今この状態で今ライトついてるんですけど、ライトを消すと真っ暗ですね。行きましょう。でもマジで何も映んないですね、真っ暗だと。ね、暗すぎてこのフェンスしか映らないですけど。こんばんは。この長さも結構あるんですよね。こんばんは、誰かいらっしゃいますか？こんばんは。もしよろしければ何か反応していただけますか？あまり反応ないですね。あまりというか全然反応ないですね。何か反応していただけますか？こんばんは。ちょっと特に現象ないですね。姿を隠してるのか、まあこういうふうに今車がもう合計でマジで30台ぐらい通ってるんですよ。そうですね、まあ例としては居づらいのかな今は。まあ怪奇現象が仮にあったとしても気づきづらいというか難しいですね。もうこの辺とかも完全に切られてますね。完璧に切ってあります。で、ここにはあれがないですね。まあね、特にやっぱり怪奇現象は起きなかったですね。では夜間さんと合流します。奈良市民ホラーチャンネル。奈良市民ホラーチャンネル。はい、ということで、撮影を終えました。でまたですね、これエンディングちょっと別日に撮り直してます。はい、ちょっと時間の関係で。まあ今回のこの虹の大橋なんですけども、ちょっと全体的にすごく難しくてよくわからなかったです。
というのも、まあ、僕はあのオープニングでもちらっと、まあ、その動画の途中でも言ってるかと思うんですけど、ここ日本で2番目に多いんじゃないかっていうふうに僕はそう思ってます。というのも あまりにも多すぎるんですよ、はい、なので絶対的に、まあ、少なからずちょっとはね感じるものはあるんじゃないかっていうふうに思ってたんですが、本当に何一つ怪奇現象も起きなければ感じるものもなかったんですよ、はい、通常ですねやっぱり、まあ、それが数人であったとしてもここで何かがあった、そういうふうに言われていればですね、やっぱ感じるものっていうのは多少なりともあったりするんですよ。それが今回もう本当にもう今月だけでも3人とか、はい、じゃあこれ1年間で何人ここ身投げしてるのっていう話なわけじゃないですか。それも昔からずっともうそういったものということなので、まあ、相当やばいっていうその覚悟で今回はやってきたんですが、動画上結構カットはされてるんですが、時間かけて検証したんですよ。それでも何も起きなかった、はい、でどうやった？まあそうですね、僕も、うん、特に何も感じずに、うん、怪奇現象もなかったじゃないですか、うんうんうん、で一人検証の時も何の反応もなくて、うん、なんかこんなに多いのに、うん、逆になんでこんなに静かなんだろうかなっていう、その、うん、逆に謎でしたね。だってあのいくらディエゴに霊感がないとしても、はい、今までいやここやばくないかっていうところやっぱ共通してあった。いやありましたありました、うん、まあ、もちろんそこを全然まあ、弱い霊で俺にしか感じひんこととか、まあ、ディエゴにしかわからない日とか、はい、全然あったけど、やっぱり相当やばい場所の時ってあったよね、一緒に。そうですね、うん、だからそのめっちゃ強い霊って、うん、気配も消せるっていうじゃないですか、うんうん、そういうことだったのかなみたいな。これねもうちょっとその質問を振られたら、はい、言うしかなくなっちゃうんですけど、はい、僕これ、まあ、別日に撮ってるって言ったじゃないですか、まあ、答え知ってるんですよ。ここからはですね、僕で説明するよりもやっぱ水曜さんの解説があった方がいいのかなということで、はい、今回ですねもう謎すぎてもう水曜さんに相談させてもらいました。その結果そういうことやったのかっていう、まあ、とりあえずですね、ここからは、水曜さんの解説を聞いて、皆さんもちょっとゾッとしていただければなと思います。奈良市民ホラーチャンネル、あ、お疲れ様です。お疲れ様です。では水曜さん、今日もちょっとよろしくお願いします。お願いします。虹の大橋ですね。はい。いや、この場所がちょっと僕すごい不思議で、はい、まあ、おそらくですけど僕ちょっと全国的にいろんな橋を、まあ、通ってきたんですが、その橋の中でも、まあ、しっかり調べた上でなんですけど、おそらくちょっと、はい、件数が一番多い場所やと僕は思ってます。っていうのも僕がまあ、その、今まあ6月じゃないですか、この6月ですでにもう3件起きてるんですよね。はい。でもタイミングがタイミングで、もうこれね、本当は行きたかった日があったんですけど、ちょっともう朝日が出てしまって行けなくて、はい、で、そっから一旦大阪に帰ってきて、また2日後に行った日に、今日の一発目虹の大橋行くぞってマネージャーに言ったら、いやもう今日はちょっと別のとこから行きましょうよってなんか普段言わんようなことを言い出して、うん、いつも言ったらもう僕の言う通りというか、あ、行きましょうかです、マネージャー、いや今日はもうこっちからの方が多分いいと思いますみたいなの流れで、その日も行かなかって、その日の晩に警察レスキュー隊がもうすごいたくさん集まっていて、そうなんですよ、もうリアルタイムでちょっとまあ遺体が上がったと。でほんまにこれ行ってたら俺たちちょっと見つけてしまってたんじゃないかっていう、
もうそういうタイミングで、でそこからいろいろ調べると、もう今月だけでもうすでに3件、もう5日に1回のペースでっていうことですね。ただこの虹の大橋に関してはもういろんな事実を知った上で言ってるにもかかわらず、もう本当にもう何一つ気持ち悪さがなかったんですよ。これはおかしいなと思って、もう何度もやっぱり検証し直したんですけど、やっぱりね、どこにいるかもわからなければ、本当にここでそんなことが頻繁に起きてるのって思っちゃうような、まあ、空気感というか、はい、なのでこれは一体どういうことなのかっていうのをちょっと強さに聞きたいなと。はい、まずこの虹の大橋に関しては、はい、やっぱりたくさん、もしくはすごい強い霊がいたりはするんですか？まず、はい、私が見た時は、はい、もう数人ところじゃないぐらいの数がいたんですよ。うん、ああ、はい。ここって赤い橋ですか？赤くはない。まず、その表面上、まあその上の方ですよね。虹の大橋っていう名前の通り、はい、この虹の柄の柵なんですよ。はい。ただ、この下にかかってるこの鉄骨ですよね。はい。もう真っ赤っかですね。いろんな共通点、前もその赤い橋はどうっていう説明をしたことがあると思うんですけど、はい、そう、まあ儀式に使われるだったり、結界として赤を用いたものを使うっていうふうに説明したことあるんですけど、はい、橋よく行くじゃないですか。はい、で多分そのすぐ分かるとかと分からないところの違いは何でだろうなって、多分だんだんもうその疑惑みたいなのが、うん、てると思うんですけど、はい、そうね、幽霊とかだったらわかると思うんですよ。はあ、はあははあ、は、うん、ただその幽霊系だったらわかるけど、じゃあ何だったらわからないのかって言ったら、妖魔とか魔物とかになると多分感づくには力が必要っていうのがあるんですけど、なるほど、うん、でそれを、まあ、幽霊だったらお祓いできる人はやってっていう感じで多分収めるってことはできるじゃないですか。はい、まあ、妖魔とかそっち系になってくると、うん、お祓いできる人っていうのは少なくて、だいたい封印とかになってしまうんですよ。はい、なるほどなるほど、うん、でその封印ってなると一生ものかって言ったら違くて、うん、ずっとやらないといけないんですよ。そういうことなんですね。その封印が解かれるとどうなるかって言ったら、こういうことが起きたりとかっていうのはやっぱあります。ってことはもうここには、そういう魔物がいて、はい、その封印が今もう解けてしまっているっていう現状ですか？ここもそうですね。なるほど。今は言えないことがたくさんあって、うん、はい、もっとあるんですけど理由は、はいはいはい、これを言っちゃうと迷惑かけることになるかなっていうぐらいの内容なので、はい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 、はい、時が来た時に話せればなって思います。はあ、わかりました。はい、ここまでは言えます。はい、ってことは、はい、まあ一概にそれって決めつけるのはまあ良くないとは思うんですが、はい、少なからず、まあ、ここにはその魔物がいて、はい、それが、まあこの引き寄せてると言いますか、この橋を悪くしちゃってるっていうことですか？そうです。まあ生贄ですね。あ、そういうことになるんですか？なります。これってでも、もうどうしたらいいんですか？その魔物を封印することはできないんですか？今そのまあ方々っていう言い方をするんですけど、はい、方々はもういないので、うん、うん、存在してないので、まあ誰かがやる時が来るっていう風な答え方ですかね。なるほどですね。うん、まあ、とりあえずちょっと虹の大橋は、やっぱり危ない場所っていうことで良かったですね。そうですね。やっぱそのあっち魔物がいるってよみたいな感覚で行ってしまうと帰ってこれなくなるかもしれないので、うん、そういうことですね。はい、
まあちょっと必要以上には通らないことをお勧めします。はい、わ、はい、かりました。瀬尾さん、ありがとうございました。ありがとうございます。失礼します。失礼します。そういうことやったよな。ちょっとこの腑に落ちたかな。魔物とかに関してだからあれや、夜の神社、夜の神社にいたところで、まあ、魔物がめっちゃおるっていう風に聞きましたが、あんまりそこまで悪い気を感じないですけどねと、俺最近よく言ってんねんけど、それ感じれてないってことだよな。気づけなかったということでした。これが首つかないや。大量の地蔵さんがあるね。はい、この場所で怪奇現象が起きても全然おかしくないなっていうような、まあ、雰囲気出してますね。木が倒れた下から頭蓋骨がいっぱい出てきた。はい、お腹を刺された状態で50メートル張ってそのまま亡くなったという。この場所。はい、まあ、なので亡くなった女性の霊が出ると言われています。